マチダ・ゼルビア、ファール数が1位でもないのに叩かれすぎ。球際での戦いを重視するマチダ派、今季 J1 リーグで3位のファウル数、245回。筑波大戦でも試合開始早々に町田側にも激しいファウルがあったことから、逆に批判の声も上がっていた。そもそもファウル数が J でダントツ1位とかでもないのに叩きまくってた J サポがおかしいんだよ。要するに新規昇格組にいきなり1位になられたひがみだろ。それならファウル1位のチーム派なんなの、わら。それで首位にもなれないって。それ言うとファール取られないとラフじゃないとか言い出すから、ファールの数の問題ではないんだよ、わら。この場合に問題になるのは質の方で、ファールも、うまい、ってのがある。何がファールの質だよ、わら。町田の場合は普通にサッカーやってたら怒らない類のファウルがある。危ないから今すぐやめてほしい。町田のファウル数が1位じゃないからクリーンだって謎リップ派なんなんだ。